それじゃあ会見始めます。GPIF 年金資金運用基金が運用実績昨年度の結果を発表いたしましたので、それについて、です。非常に重大な中身だと思っておりまして、結局昨年度ですね、5兆3098億円のマイナスを作ったということで、これは国民の大事な老後の財産でありますから、ここに大きなやはりその穴を開けたということは安倍政権の責任は極めて重大だというふうに思います。で、政府の方は安倍政権発足後プラスになっているなどということを言っているようですけれども、ポートフォリオを変更した2014年の第3四半期以降から計算すると、これプラス幅 4.1 兆円でしかありませんの で、 今年度に入ってからですね、株価さらに下落分について民間のシンクタンクは5兆円を超える損失が出ているのではないかということも言っておりますから、すでにポートフォリオ変更後はマイナスに転じている可能性もあるのではないかというふうに思います。結局これがやっぱり責任ということでいうと、安倍政権何をやったのかというと、国内債券比率を 60% から 35% まで引き下げて、株式比率を 25% から 50% まで引き上げたと。これやったのは安倍政権です。そのことによってやはり損失が広がったことは明らかだと思います。昨年度の運用成績を見ても、国内債券については年間通して2兆円のプラスになっておりますので、従来通りのポートフォリオであったらこれほどの損失は出なかったと思います。で、問題はそのポートフォリオの変更を安倍政権は一体何のためにやったのかと。これ2014年1月22日のダボス会議で安倍首相はですね、1兆2000億ドルの運用資産を持つ GPIF についてはそのポートフォリオの見直しをはじめフォワードルッキングな改革を行います、成長への投資に貢献することになるでしょうというふうに宣言をした。で、その後の5月にロンドンのシティでも同趣旨の発言をしています。要は年金をどうするかということでやった改革ではありません。で、要するにその株価を買い支えるということを宣言をしたわけであります。で、結局アベノミクスの株価対策のために国民の大事な年金資金をですね、流用し、で、これを利用し、そして株価を買い支え、で、その結果円高株安によって、外国株式も下がってますけども、株価の暴落によって大きな年金資金に穴を開けたということですから、そういう意味での安倍政権の政治的なこの問題に対する責任は極めて重大だというふうに思います。国会、8月1日から3日ということになってますけれども、あらゆる場を通じてこの問題の、まだ詳細がね、今日発表されたばかりなんで、さらに実際に検討はしたいと思いますが、安倍政権のこの問題についての責任徹底的に追及する必要があるというふうに思います。で、このままでは本当に出口がなくなると思います。で、やはりこの問題どう解決していくのかということについて、政府は責任ある今後の方針を示すべきだというふうに思います。私からは以上です。ご質問あれば。はい、最後おっしゃったその、国会のじゃあどういう結果というかですけど、今回の8月1日からの国会は3日まで来ているということで、一方で与党の立法などからはその、閉会中審査なども念頭に、検討するとは言ってますけれども、そもそも野党側の論争としてはその閉会中審査などを求めていくのではないか、それをお伺いできます。あらゆる場を通じて政府に対してこの問題を問いただす場を、作っていきたいと思います。すでに予算委員会でも私もこの問題を取り上げたりもしてますし、今後どういう場合になるかはまだ分かりませんけれども、あらゆる場を通じてこの問題での責任追及していきたいと思います。はい、投票の中身もそうなんですけど、投票の時期についてですね、以前誰か7月の上旬という話も、一般的に出すのが時期になったことについては、そこは安倍政権のやっぱり非常に隠蔽体質が現れているというふうに思います。で、この年金の運用成績は大体6月の末か7月の上旬にはこれまで
発表されてます。で、今年だけなぜか7月29日と。で、私はこれ国会でもこの問題取り上げてますけども、まあ、政府の説明は GPIF 年金資金運用基金が今年発足10周年だからというわけのわからない説明をしております。全く関係ないと思います。すでにもう事前にマスコミの記事でもね、5兆3000億という数字は出されていたと思うんですね。だからもう分かっていたわけで、要するに選挙が終わるまで隠していたというふうに取られても仕方がない経過だというふうに思いますし、これはある意味ではその国民の財産をこう政府が運用を委託されているだけであって、で主人公は国民なわけ で、その年金資金のやっぱり本当の持ち主である国民に対して、まあ、こういう最低限の情報すら隠蔽するということはね、極めて重大であるというふうに思います。だから二重の意味で、一つはやっぱり先ほど申し上げたように、安倍政権自身が運用方針を変えたことによって、損失を拡大した責任に加えて、やっぱり今日に至るまで発表しなかったという、このやり方自体も極めて重大な問題だと思います。そのことも合わせて、まあ、国会でこれからね、追及する場を作っていきたいなというふうに思います。がどうでしょうか。はい、はい、全国知事会で合区解消の決議がありますが、適当したらお伺いですか。合区制度というのは、これ特定の県だけが単独の区でなくなるっていう、まあ、そういう意味では極めて新たな矛盾と不平等を生む制度だということで、我々はこれ反対をしておりました。で、まあ、しかもこれはさらに人口変動すればまた見直しをしなきゃいけないっていうことになるわけで、やっぱりこの問題解決するためには、これまで私ども主張してきたようにブロック別の比例代表制度という形をね、取る。これは私どもだけが言ってるわけじゃなくて、かつて西岡元参議院議長が提案した中身でもありますが、まあ、これをその土台にしてね、検討すべきだというふうに思います。で、ぜひこの合区の問題の矛盾はブロック別の比例代表制という形で解決をしていきたいというのが我々の立場です。これが憲法の要請にも応えるし、まあ、一票の格差もなくしていく、まあ、やり方だというふうに思っています。憲法の話なんですが、その憲法改正を目指すような動きも一部に見られる可能性があるんですが、その日に関してですか。うん、だから私たちは別に憲法を変える必要は全くこの問題ではないと思っていて、今言ったようなブロック別の比例代表制という形であれば、憲法の要請にも応える形になるというふうに思います。まあ、いろんな問題をその憲法改正、憲法改定の入り口にするという議論は、我々としては賛成できません。はどうでしょうか。よろしいですか。はい、都知事についてお伺いします。各社の行政がですね、都市調査も報じられています。支援されている鳥越高校なんですけれども、なかなか苦戦しているような状況だと思うんですけれども、その苦戦の理由とかですね、ちょっとまあ途中なんですけれども、ご意見あれば伺います。いや、まあ苦戦というふうにマスコミの報道あるんですが、私実際街頭で訴えていて非常に手応えは感じていて、まあ演説会の集まりなんかはものすごくいいんですね。で、まあ、おととい練馬で僕も喋ったけども、練馬区であれだけ人が1000人超えて1500人、まあもっといたかな、あんなこと経験ないんでね、非常に関心は高いし手応え感じておりますので、苦戦しているという認識はございません。何としても最後頑張って勝利をしたいと思います。加熱するか、はい、野党4党のですね、協力、まあ、参院選に続き今回の都知事選でも進んでますけれども、都知事選、まあ、国政選挙とちょっと意味合いが違うと思うんですけど、そちらでの4党の協力についてはどのように見ますか。非常にスムーズにいっているし、やっぱりこの間の選挙協力は基本的には一人区中心の選挙協力だったんで、まあ、東京のような大都会、まあ、首都ですよね。で、そこで、まあ、連日のように野党の国会議員が共に、街宣車に乗って訴えるというのがね、
行われているということは、これは私は日本のこれからの政治にプラスの影響を与えるということは間違いないと思うし、まあ、野党共闘のやっぱりレベルをさらに引き上げるということになっているんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひそういう点からもいい結果を出したいなというふうに思っています。はい、神奈川で起きた障害者福祉施設での事案についてですけれども、今後その各党でいるその再発防止の議題が部会とか開いているそのような動きもありますけれども、共産党としてその事件の受け止めとその対策ですね、それについて何を考えられるか。まあ、対策というのはやっぱり原因がはっきりしなければ正しい対策は打てないと思うんですね。やっぱりこれはもう絶対に許されない犯罪ですし、もう二度と再びこういった事態を、ね、繰り返さないことはこれはもう必要だということは当然だと思います。でそのための対策、やはりその真剣に考えていく必要があると思いますが、まあ、今回の事件がその精神疾患によるものである、あるいはその薬物の影響があるのか、あるいはそのヘイトクライムというような中身なのか、でこういったことについてやはりきちんと原因とこの事件全体の全容をですね、専門家の力も借りて解明するということが今は必要なんではないかなと。でやっぱりその解明してこそ正しい対策も出てくると思いますので、私どもとしてはまずはやはりこの事件の全容解明、原因の解明ということに本当に専門家の力を借りて全力を尽くすことが必要なのかなというふうに思っています。それを踏まえて対策というのは出てくるんだと思います。天皇陛下の、関係者の、まあ、正殿退位などに、まあ、伝えられたと言われます。その来月にもその陛下がその言葉を述べる機会があるんじゃなかろうかというような報道もありますけれども、それについての受け止めをいただけたらと思います。これは以前この場で委員長、市委員長もご本人の意向がわからないので、コメントなかなかできないという話しましたので、これはご本人のご意向を注意深く見守りたいというふうに今申し上げるしかないと思います。はい、来週の閣議にですね、新しい経済対策政策が決定するという話になると思いますけれども、事業規模でですね、まあ、28兆円とで、まあ、財政投融資も積極的に活用するという内容だということも出てますけれども、まあ、これについて、まあ、どういうふうに受け止めていらっしゃるのかということとですね、まあ、今後 その国会審議などで、まあ、どういうふうにその政府に対してこの問題というのを、まあ、正していくのかという点についてアベノミクス始まった時の経済対策っていうのは2013年1月これ20兆2000億円だったんですね。で今回28兆円だと。でアベノミクスうまくいってて好循環始まってるって言いながら、これからアベノミクス始まりますよっていう時の規模をはるかに超える経済対策を打ち出そうというのは、結局アベノミクスはうまくいってないということの証明であるというふうに思います。まずそれが1点。中身がですね、やはりその極めて従来型、まあ、従来型以上にかな、やっぱ巨額の将来世代に借金を負わせるようなばらまき、大型開発のばらまき中心になっているというふうに思いますね。で、目玉とされているのがリニア新幹線に公的資金をその投入するということですが、まあ、品川と新大阪って今2時間26分ですか。でそれをその67分にするということで、どれだけ経済効果あるんですかと。で、まあ、地下深いらしいですから、20分ぐらいなんかホームに行くまで時間かかるって話も聞くし、まあ、東海道新幹線できたときは、これは4時間在来線より早くなったわけでね、だからまあ1時間ちょっと短くなるっていうのに、どれほどの経済効果があるのかなというのは極めて疑問ですし、結局これ民間資金でやってるってところに財投資金投入するってことになっても、工事量が増えるわけじゃないですからね。どうしてこれが経済対策なのか全く私には理解できない。で一方でこの間選挙終わった途端にどんどん出てきているのが、高齢者医療の窓口負担を増やすとか、あるいは生活保護の母子加算を引き下げるとか、それから介護保険の軽度者、要介護1、2の人の保険給付外しっていうのはね、まあ、そういったところがもう選挙終わった途端に席を切ったようにバーッと出てきてるわけで、やっぱりちょっとやり方がですね、まあ、アベノミクスのまあ失敗を物語るような
まあ、あの規模であるということと合わせて中身を見ると本当にあの、本当の意味での経済対策、まあ、国民の暮らしを温める、我々はまあ社会保障を充実させるようなね、そういった税金の使い方こそあの経済の好循環を生み出していってきましたけど、それとは全く別の方向を出されようとしているのかなというふうに思います。まあ、ですからこの問題もこれからの大きな論戦のテーマになってくるかなというふうに思います。まあ、28兆円の経済対策必要だというふうになっているということは、結局アベノミクスの好循環というのは偽りの看板だったということになるんじゃないでしょうかと思います。いいですか。あ、すみません、はい、あの天皇陛下の件なんですけど、はい、憲法4条との関係で、まあ、陛下が何らかの形でこう国会での皇室、まあ、典範の改正という際には必要になってくるので、そういうことに影響を及ぼすことはいかがなものかという議論もあるんですけども、憲法との関係ではこの一連の権威についてどのように受け止めてますか。まあ、あの私は今の天皇は憲法をよく理解されていると思いますので、あの憲法の範囲内で発言をされるのではないかと思って注意深く見守りたいなというふうに思います。よろしいですか。はい、終わります。